梅原大吾は青森県弘前市出身のプロゲーマー。ジャパン E スポーツプロライセンス保持者。日本での愛称は梅原、梅、梅さん、梅ちゃん。アメリカでは本名の大吾のほか、ザビースト、大吾ザビーストというニックネームでも知られる。2D 対戦型格闘ゲームにおいて数々の大会を制している国際的に著名な格闘ゲームプレイヤー。 とりわけカプコン社製の対戦型格闘ゲームで実績を多く残し、同社開発本部長の岡本芳樹から10年に一人の天才と呼ばれた。青森県で生まれ、小学校2年生の時に東京へ引っ越す。7年上の姉の誘いによりゲームを覚え、後にゲームセンターで対戦型格闘ゲームを始めるようになる。 1994年には、梅原が中学生の頃に稼働された、スーパーストリートファイター 2X において才能が開花し、当時から都内のゲームセンターでは著名な存在だった。特に、バンパイアハンターでは286連勝。さらに、強キックのボタンが壊れたアーケード筐体で50連勝するという記録を持つ。1995年、ゲームストバイ。 ヴァンパイアハンター全国大会に出場。選手先生を務めるもの,の、のブロック決勝敗退。1997年、ゲーメストバイ、ヴァンパイアセーバーの全国大会において、長年のライバルとなる、大抜き深夜を決勝リーグで打ち倒し優勝。全国にその名を広めるきっかけとなる。1998年、ゲーメストバイ、ストリートファイター03の全国、世界大会が開催。 梅原は関東地区予選の決勝戦で大抜きに敗れ2位に終わった。10月18日に東京ゲームショー98秋のカプコンブースにて行われた全国大会決勝大会ストリートファイター03全国大会において Z ブロックから出場。決勝戦で大抜きを倒し優勝した。カプコンの開発副本部長船水のりたかから 優勝トロフィーと記念品が贈呈された。その後、11月8日にアメリカサンフランシスコで行われた日米決戦ストリートファイターアルファサンワールドチャンピオンシップにおいて全米大会優勝者のアレックス・バイエと対戦。試合前のインタビューで自分では負ける要素ないと思ってるんでと言い放ち追い込まれるものの宣言通り勝利を収め世界一となった。 この一連の大会模様は、テレビ、東京系列の深夜番組で放映された。2000年、カプコン VSSNK ミレニアムファイト2000の全国大会に出場。ここでも優勝を果たし、カプコンオフィシャルの全国大会で3連覇を達成。同年行われた、カプコン格闘ゲーム日米決戦では、ストリートファイター3サードストライク部門にて選抜。 アレックスをはじめとする全米選抜選手4人を打ち倒した。2001年カップコン VSSNK にミリオネアファイティング2001の全国大会に出場。今大会においても全評判は非常に高く優勝に最も近い男と呼ばれていたものの決勝トーナメント敗退。梅原と大抜きは今大会において対戦することがなく優勝した大抜きは 梅原くんを倒して優勝したかったとコメントした。2003年には日本の投撃とアメリカのエボリューションチャンピオンシップシリーズという両国を代表する対戦型格闘ゲームの祭典に出場、複数のゲームにおいて優勝を果たす。この頃にはその強さが世界的に知られており、梅原は出場したほとんどのゲームにおいて優勝候補であり、出場する試合は 人気カードであった。2004年にはエボに再度出場。ストリートファイター3サードストライクのルーザーズ決勝で排水の逆転劇と呼ばれる逆転を決め、賞賛を受けた。2005年、陶劇のストリートファイター3サードストライク部門で大抜きとタック、梅抜きを組み優勝。スーパーストリートファイター 2X の大会、X マニアガイデンをプロデュースなど活発な活動を、 続けるが、出場を予定だったエボをキャンセル。出場をキャンセルしたこと自体が、海外のゲームサイトでニュースに取り上げられた。キャンセル理由はインタビューにて、練習せずに4タイトル取るのはきつい、ためとインタビュアーにコメント。その際、大抜きが出場し前線していたことを聞いて叩いた後、焼肉をマネージャーにおごってもらったことをインタビュアーに告げた。この前後から、 格闘ゲームの第一戦から徐々に遠ざかり、多くのアルバイトを転々とした後、将来の家業として、麻雀を選択して雀ーに勤務し、プロのジャンシ主を志す。2007年、ダークストーカーズコンビネーションカップ第2回大会に参加。ブランクがあったにもかかわらず、バンパイアハンター部門で優勝を果たした。使用キャラはパイロン。2008年、勝負の世界に疲れ、 主に認知症の老人を担当とする老人ホームで約1年間勤務をする傍らストリートファイター4をプレイし始める。稼働直後から勝率90%以上をキープし続け、2008年8月8日付で携帯公式サイトの通算バトルポイント全国ランキング1位となった。使用キャラは竜。2009年格闘ゲームプレイヤー、総市販。 KSK の呼びかけに答え、ゲーム番組、ゲーマーズ甲子園に出演。得意科目である、ストフォーをテーマに、板橋ザンギエフ、孫、トキドラ有名プレイヤーも共演し、互いのテクニックを披露した。番組内では、梅原は、タレントの井出キ居が対決し、簡単に勝利するが、試合内容は、井出の面白さ勝ちと判定された。 同番組は前後編に分かれて放映され、後編は、梅原 VS 孫の対決が行われた。梅原は孫に押されるものの僅差で勝利。番組内の対戦ポイントでも1位を獲得し、梅原が勝利を果たした。2009年4月18日に、サンフランシスコで開催された、ストリートファイター4の全米選手権の決勝大会、ゲームストップストリートファイターズ4ナショナルトーナメント、 ファイナルズに参加。同日の全米トーナメントで優勝したジャスティン・ウォン、日本トーナメントで優勝したダルシム使いで、ベテランのイオ韓国トーナメントで優勝した文庫と4人制の総当たり戦に出場し、3試合すべてを勝ち抜いて優勝を収めた。2009年7月19日にアメリカラスベガスで開催されたエボリューション・シャム・ピンシップシリーズ2009ファイナルズの ストリートファイター4部門に出場。前戦において、竜を使用して勝ち進み、決勝戦では、ジャスティン・ウォンと対戦。ルーファス、アベル、マイク・バイソンと多岐にわたるキャラを使用するジャスティンとの接戦の末に勝利し優勝。梅原は、この試合後のインタビューで、4月に対戦した時は大きな差があると思ったけど、今回はかなりジャスティンは強くなっていたとジャスティンを称えた。 2009年8月7日に東京で開催された家庭用版ストリートファイター4を使用しての KSK 主催の家庭用格闘ゲームイベント大会ゴッドスガーデンではネットによるプレイヤー投票で大差をつけて1位に選ばれ参戦当時アーケード版スト4の BB キャラ別ランキングでエルホルテ部門1位であった中足絶称 TKD や後に 投撃ュースト3サードを制したモモチなど並みいる強豪を相手にしながらも順当に勝ち進んでいったが、ウィナー S ファイナルでは全国1位のクリムゾンバイバーズ界であるウリオに接戦ながら敗北を喫し,し、ルーザー S ファイナルでは同じく投撃優勝2回を経験している孫に敗北。3位という結果に終わり、また投撃ュ9のスト4では、 大抜きとのコンビで参戦するも準々決勝敗退に終わった。なお梅原はこの時期にアルカディアのコラム、道を記し、かつての思い出話などを語っている。2010年4月、ファイトクラブに出場し、スーパーストリートファイター4をプレイし広報活動を行う。またこの試合でかつての強敵であるアレックス、ジャスティンと戦うことになった。ジャスティンとの最終戦では、 ジャスティンのルーファスのジャンプ攻撃に対し、梅原のガイルがウルトラコンボで反撃をするも、まさかのダブルコという結果となり、この結末にギャラリーや MC から大きな歓声が上がった。同年4月27日には、アメリカの周辺機器メーカーマット、キャッツとのスポンサー契約を結んでいたことが、イティメディアゲームズより報道され、上記の大会でも、 広報活動を行うなどの活動を行っている様から梅原はプロ格闘ゲーマーとなった2010年5月15日ニコニコ生放送スーパーストリートファイター4オンライン対戦会に出演したニコニコ生放送への出演は2度目で共演者はゴッドスガーデン主催者である総司範 KSK 実況担当のガマの油黒人プレイヤーの ときど、孫オンライン対戦においては、工房の一般人や、バルログ使いの、まと、ルーファス使いの、キンデブ、ザンギエフ使いの、板橋ザンギエフ等と対戦した。この放送において、自身もオンラインでプレイしていることを告白し、ゲーミンとして参加していることが告げられた。ニコニコ生放送中に乱入してきたなどの、目撃情報から、 Xbox 360版をメインにしていることが伺える。2010年6月、スーパーストリートファイター4を使用した大会、ゴッドスガーデンオンラインの企画を担当、梅原と KSK の間で話していた、こんな試合をやってみたいという企画が実現することになった。ゲームのルール概要、及び出場者の選抜は梅原自身が担当した。出場者は、 梅原の他にサコ、モチ、モモチ、ウリオ、トキド、まゴ、マの計8名。試合内容は、ジャスティン、TV 及びユーストリームを用いて、ライブ配信している。2010年7月、アメリカラスベガスで行われた格闘ゲームイベント、エボリューション2010の、スーパーストリートファイター4部門において、前線で竜を使用し優勝。決勝の相手は、 ジャスティンの友人であり、ジャスティンと同じく、ルーファスを使用するリッキー・オーティスだった。2010年8月に、世界で最も長く、賞金を稼いでいる、プロゲーマーとして、ギネスワールドレコーズに認定され、ロンドンで表彰された。2011年8月、アメリカ・ラスベガスで行われた格闘ゲームイベント、エボリューション2011の、スーパーストリートファイター4部門に出場し、 4位の成績を残した。同イベントにおいて、マーブル VS カプコン3部門にも出場したが、こちらは予選で敗退した。2016年2月、Twitch のチャンネル、ダイゴザビースト e を開設。6月には、Twitch のグローバルアンバサダーに就任した。同年5月14日、飲料メーカーのレッドブルとスポンサー契約を結んだことを発表。プロゲーマーとしては、 日本人二人目のレッドブルアスリートとなった。合わせて、それまでスポンサー契約を結んでいた、マット、キャッツとは、アライアンスパートナーという形で連携する体制に、切り替わっていたことも明かされた。同年9月には、新たに、ウルトラストリートファイター4での最高ランキングと、最も主張された、ビデオゲームの試合の2点で、ギネス世界記録に認定。同年11月、 キングストンテクノロジーの展開するゲーミングブランドハイパー X とスポンサー契約を締結。2017年3月2日、スネークアイズ、PR バルログと共にサイゲームスとスポンサー契約をし、チームサイゲームスビーストを結成。2020年2月末、サイゲームスとのスポンサー契約終了。2019年ニュースウィーク日本版にて、 世界が尊敬する日本人100に選出される。2020年4月1日、同ユううジャパンが運営するライブ配信プラットフォームマイルドムとスポンサー契約し、チーム名をチームマイルドムビーストとして活動を始める。2021年5月8日、自身のツイッター上で5日に高熱、倦怠感等の症状が出たため、病院で検査を受けたところ6日に 新型コロナウイルス陽性の欠陥が出たことを明らかにし、今後の復帰に向けて、療養に専念するとした。22日、退院。梅原の主催する、ストリートファイターの大会。参加者1万人大会の開催を目指して開始された。趣味は麻雀、食べ歩き。様々なメディアで格闘ゲームの普及を謳っており。 一般的な趣味や競技として認知されるまでプロゲーマーの活動を続けたいとも語っている。また、ニューヨーク大学に賞金の約700万円を事前団体に配信の収益を寄付するなどチャリティ活動も行っている。梅原持ち、梅原持ちと呼ばれるジョイスティックのレバーの軸を薬指と小指で挟み込み、レバーの玉を 左から被かせるような持ち方でプレイするのが特徴で、この持ち方によって格闘ゲームにおけるコマンド入力の時間と入力ロスを極限まで短縮している。これについて尋ねられた際には意識したことないんだよね。気づいたら今の持ち方だった。でも持ち方によって長所と短所があるから状況ごとに使い分けた方がいいのかもねと答えている。梅原は飛び道具の波動拳。 対空技の昇竜拳を独特な方法で使用することがあり、これらは俗に梅波動、梅昇竜と呼ばれる。波動拳は通常通り、拳制として使用するが、相手がジャンプで避けた時だけ打たない。昇竜拳は接近戦で相手の地上技などを先読みした時、昇竜拳発動時のわずかな無敵時間を利用し、相手の技に引っ掛ける形で使用する。その精度は、 壊し見てから昇竜余裕でしたという噂が一人歩き、するほどだった。梅波動については、意識的に行っておらず、長年の経験から来る感覚だという。2004年に開催されたエボリューションの、ストリートファイター3サードストライク部門において、梅原の操る剣が、米国のジャスティン・ウォンが操る春霊との対戦時、体力がほぼゼロに近い状態から、 逆転勝利したプレーの様子並びにその動画。動画にはゲーム画面と会場の異常とも言える盛り上がりが同時に収録されている。ハイライトは第一試合、第三ラウンド。ジャスティンの春霊がギャラリーのレッツゴージャスティンの煽りを受け、梅原の剣に必殺技をガードさせて体力を少しずつ減らす、いわゆる削りで止めを刺すべく放った大鳥翼戦を 梅原の剣が、次々と14段の蹴りを連続ブロッキングでさばき、最後のキックをジャンプから空中ブロッキングした後、すかさず反撃の飛び蹴り、足払い、中小流拳、そしてスーパーアーツ、疾風陣大脚を叩き込んで逆転庫に成功するシーンである。なお勝利時に、ジャスティンのスコアを500ポイント抜いており、こちらも逆転している。流れとしては、 大取翼線16段ブロッキング最後の蹴りをジャンプ空中ブロッキング飛び蹴り足払い中小流剣疾風陣雷足となるこの時拳の体力はほぼゼロで春霊の大取翼線をガードすれば即座に敗北する状況であり回避するためにはブロッキングによりすべてを裁く必要があったしかしブロッキングという特殊行動は非常にタイミングがシビアで難易度が高く とりわけ連続して、キックが繰り出される、大鳥翼戦をすべてブロッキングする行為はこの、ゲーム中屈指の難易度を誇る。大鳥翼戦の、発動エフェクトを見てからのブロッキング有予時間は1、フレームである。しかし、梅原は、世界大会の敗者側決勝で、多数のギャラリーの注目が集まる中という、大きなプレッシャーがかかる状況で、一度の失敗も、許されない。 この難局を打開した。後日、DVD、スマニア7に収録されているインタビューでは、排水の逆転劇に対する質問に対し、ジャスティンの止めの大取り翼線をミスみたいなもんだから、とコメント。また、n h k 衛星、第2テレビジョンのテレビ番組、マグネットではこの時の状況に関して、音が聞こえなかった、音があったらやられていた。 よく成功したなとの感想を述べている。この出来事は、その後もたびたびメディアで取り上げられ、テレビ朝日、松子有吉の怒り神闘2015年9月30日放送分、新、三大アーケードゲームのすごい職人技でも、5秒間の奇跡と称される。海外では、エボモーメント37と呼ばれており、関連書籍も発売されているほか、 前述の動画の再生回数がギネス世界記録に認定されている。2014年11月22から23日にはアメリカでこの出来事の10周年を記念したイベントモーメント3 7リローデッドが開催され、ジャスティンとのエキシビジョンで排水の逆転劇を再現してみせた。主に竜、剣、ガイルなど性能がスタンダードで無敵体空技を持つキャラを好んで使用する。 傾向がある。ここに記載されている以外のキャラクターも使用する。特にバンパイアセーバーでは全キャラクターで100連勝を記録している。ありがとうございます。